大韓民国国軍体育部隊は大韓民国国防部直轄の特殊部隊。部隊の別称は勝負特殊部隊として分類されているが大韓民国国軍の体育能力向上と体育振興を目的にそれまで陸軍、海軍、空軍などが個別的に管理してきたところ属スポーツチームを統合して1984年発足させたスポーツ部隊であり 大テロ作戦などに投入されるわけではない。団体競技の他にも、射撃、陸上、体操、闘技など、各種目の選手がところ属しており、含む中に国家代表として、オリンピックなどに出場して、メダルを獲得した選手も多くいる。兵役を満了していない男子のスポーツ選手の場合、国家代表クラスのスポーツ選手として、特別扱いされ、 軍事訓練はほとんど行わず練習に打ち込めることや、大の編成チームも国内リーグに参加していることから、兵役を遂行しながらも競技力を維持する、ほぼ唯一の合法的な道であり、入隊をめぐる競争率もかなり高い。本来はアマチュアの選手だけに入隊を許可してきた。今も、基本的にはアマチュア選手を対象に文句を解放しているが、オリンピックに、 プロ選手の参加が認められるようになってからは、オリンピックにプロの参加ができる団体種目のプロ選手も入隊できるようになった。ボクシング部の場合は、オリンピックにプロボクサーの参加が認められていないため、プロのボクシング選手は選手として入隊できない。基本的には、軍人の身分であるため、アマチュア扱いだが、プロ出身の兵士はプロに身を置いた選手として、 各種大会の参加の制約を受ける。舞台の象徴は、不死取りであるため、フェニックスの名を冠するチームも多い。金泉直岳 FC の名称で、2021年、現在 K リーグにに参加している。2010年に、本拠地を、公衆広益市から、昇州市に、さらに2021年に、金泉市に移転。チーム名も、公衆勝負、昇州勝負 FC。 金泉直ズ FC と変化している。2012年までは、小州勝負フェニックスの愛称を持っていた。現在所属選手出身の現役選手。ありがとうございます。